ホリッチ舞台芸術チャンネル大入り、本日のスペシャルゲストにご登場いただきます。6月8日から6月30日東京芸術劇場シアターイーストで上演されるモダンスイマーズ雨とベンツと国道と私から、西条義政さん、小倉武さんです。どうぞ。はい、ありがとうございます。失礼します。ようこそお越しくださいました。お忙しい中ありがとうございます。ではまずは視聴者の皆さんに一言ずつ自己紹介の方をお願いいたします。じゃあ西条さんからお願いいたします。モダンスイマーズで主催をやってます西条です。よろしくお願いします。お願いします。小倉さんお願いします。モダンスイマーズの小倉武史と言います。よろしくお願いします。お願いいたします。今日も稽古帰りにそうです、ね、お越しいただいてありがとうございます。どうですか、6月8日からということは、今日の収録からまだもうちょっと1ヶ月を切ったぐらいですけれども、ね、順調に、はい曲がりましたけどまあまあまあ楽しい。うちで言ったらまあまあまあ、いつも通りですね。あ、なるほど、いつものペース、はい、な感じですね。まあ、もちろん、モダンスイマーズの新作公演の話もいろいろと伺っていきたいんですけれども、まあ、それはちょっと後半に回しまして、うん、まずはお二人のですね、演劇人生から、はい、伺ってまいりたいと思います。はいはい、まあ、モダンスイマーズもね、何年ですか。25年目らしいんですよ。気がついたら気がついたら、はい、僕と同い年ですね99年です。99年です。あ、そうです。うわ、そんな若いんですね。すごい、これぐらい人が成長するぐらいの時間モダンスイマーズを、そうですね急に親近感がお父さんそうですよね。そうですよね。だからでもモダンスイマーズを結成して25年ということは、もうその前から演劇をやってるわけじゃないですか。そうですね、僕はだから破綻する3、4年前に、うん、あの専門学校を卒業してるんで、だから19か、19で演劇を始めましてなんですよ。あ、なるほど。え、19で始めるまでっていうのは、こう演劇との接点みたいなのってないです。ほぼ皆無でしたね。ほぼない。ほぼない。例えばでも学校で学芸会的な文化祭とか、うんうんうん、でも文化祭で演劇部にはいたんだ、うん、演劇クラブか、うんうん、にいたんだけども、やってたの、うん、入らなきゃいけなかったの。なんかにどっかには入ってなきゃいけなくて、で俺はそんな人前でそう喋ったりするのなんて苦手だったから、はいはい、裏方やってました。ああ、演劇クラブ、そんな学生時代の演劇クラブで裏方とか部署あるんですね。いや、多分ないと思うんだけどみんななんかみんなで作ってみんなで出るみたいな。だからなんかね、記憶であるのは、うんうん、人形を作った記憶があります。へ、初めて聞きました長い付き合いの中人形の作り方を教わりました、先生。それがじゃあ演劇との初出会いみたいな感じですか。そうですよね、触った感じっていうのは初めてです。見たりする機会もあまりない。やっぱり学校のなんかあるじゃないですか、うんうんうん、授業なんか授業みんなで見るみたいな、うん、それぐらい。わけわかんなかったですけど、ね、あ、興味は特になく、はい、やべえ。じゃあ小倉さんは最初の出会い的な、なんかあれが演劇との出会いだったなみたいな。いや、僕も演劇全然見てなかったですし、うんうんうん、それこそ同じように舞台芸術学院に入ってから、うん、ただ僕はあの小学生の頃に劇団ひまわりに入ってた時期がありまして、うん、子役。そうなんですよ。え、それはじゃあ自分から入りたい。当時テレビドラマを見てて、うん、自分がこれに出たいって母親に言ったらしくて、僕もう記憶ないですけど、うん、で入れてもらって3、4年やってました、はい、で恥ずかしくなってやめちゃったんですけど。それ何歳から。小学校3年生、4年生、5年生ぐらい。うーん、中学校になって恥ずかしくてやめちゃってで高校卒業するときに、なんか改めてそういう役者の勉強をするのはどうしたらいいんだろうと思って、学校の先生に聞いたら、その舞台芸術学院を紹介してもらって、そこからですね、はい、じゃあ子役時代も、まあ、ちょっとやっぱまあね、恥ずかしい出てきますけど、じゃあ演じることは楽しかったって。楽しかったですね。うん、なんか当時その、クラスに、その
芦田愛菜ちゃん的な子が当時いたんですよ、うん、すごくお芝居が上手で、あ、まあ、その子もじゃあ子役やって、そうです、うん、同じクラスにいたんですよ。でその子のなんかすごい刺激を受けて、あ、なんかお芝居ってこうやってやるんだみたいな、へ、すごい記憶があるんですよ。すごい、その環境がすごいそうですよ、ね、クラスに子役の子いないですよ、なかなか、うん、そこからですね、興味を持って、でもじゃあこう中学高校の時もちょっとやりたい気持ちはまだ、それないです、あ、それは全くなかったです、じゃあもう一旦全然違う感じに、そうですね、はい、それで改めてその進路決めるって時にやっぱりもう一回、そうですね、なんか、はい、そのきっかけってあるんですか、もう一回やっぱりやろう、まあ、やっぱりその子供の時にやってた記憶、すごく現場に行って楽しかった思い出があったんで、うん、子役だとやっぱり現場だとすごく可愛がってもらえるじゃないですか、だからなんかその記憶が、大人たちがこう映画の現場なんかよく行ってたんですけど、うん、でっかいセット組んで、なんかそういうの間近で見てたこうなんか記憶があって、なんか楽しそうだなっていう、うん、でもなかなかじゃないですか、その高校出て進路的に、うんうんうん、まあ、そうですその演劇とか、あの演技を学ぶって、なかなかこうお仕事にしていくっていう覚悟も、なんでしょうかねちょっと記憶ないですけど、はい、西条さんはでもじゃあ演劇全然興味なかった、人形を作ってたぐらいのところからいきなり舞台芸術学院入ろうっていうのは、あのこんなこと言うとすごくあれなんですけど、うんうん、田舎にいると、うん、なんかもうちょっと決まっちゃうパターンがあって、はい、こう進路が、そうそうそう、うんうん、あの大学に行かなかったら、うんうん、ちょっと高校出てちょっと就職して、はいはいはい、で結婚してもう20代前半で子供がいて家建ててみたいなもうお決まりパターンがすごく嫌で、せっかくの人生なんだから、うん、ちょっともう、うん、一花咲かせたいじゃないけどちょっと東京に出てなんかやりたいなと思ってて、うん、で何がいいんだろうって考えてて、ふとなんかドラマを見てたんですよ、はいはいはい、はい、何のトレンディードラマ、トレンディードラマ、はい、多分世代ですね、はい、その時にふとあれって、うん、こいつ多分俺より芝居下手だぞ、おっおっ俺の方が上手いんじゃないかな、絶対俺の方が多分上手いですよ思っちゃって、はい、勘違いしたとこから、はい、俺もじゃあ役者になろうと思って、であの恋バツ屋の進路のあれあるじゃないですか、あのめくって、うんうん、でいろんな日大芸術とかいろいろあるんですけど、うん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 、舞台芸術学院っていうのがあって、おっと思って、なんとそこね、うんうん、あの試験が、はい、そうそうそう作文を書くだけでいいんですよ、そんなのもなかった、えテストないんですか、ないないない、高校の卒業証だけあれば入りましたうちはね作文というか、はい、なぜこう受けたのか志望動機は書かなきゃいけない、じゃあまあ一応高校の成績と、ね、作文で入れる、うん、それで僕も選んだんですよ二人ともちょっと試験ないんだ、そこ割と同じでもお二人ともきっかけが映像じゃないですか、うんうんうん、子役時代も映像のお仕事、うんうん、ドラマ、うんうん、舞台芸術学院ってどっちかっていうと舞台演劇ですよね、演劇のイメージですけど、うんうん、そこは疑問はなく、まあ、それもその演技を学べる場所っていうんで選んだんですけどね、まあまあでもそうですよね、とその高校時代とか演技を学ぶってどこ行けばいいのかって選択肢すごい少ないですよね、本当日芸かなんか東方か、まあ、なんか余計かぐらいしか思いつかないですよね、いきなりじゃあオーディション受けて事務所に入るみたいなの発想ないですもんね、ないですね事務所って何みたいな、わかります、私も全然わかんないかったんですけど、なるほど、舞台芸術学院っていうのは何年、2年とか2年生ですね、どんなことを学ぶというか、もうあらゆるそういう演技実習もありますし、うんうん、バレエ、はい、日舞、狂言、なんかそういう表現行為を全て、あとはもう普通の学科もありましたね、日本座学、ね、座学、日本演劇史、世界演劇史、うんうん、なんか特に思い出に残ってることとか思い出にもありますか、
僕はごめんなさいね、いい、あの今もう人間国宝になった野村萬さんっていう狂言師がいらっしゃるんですけど、あの方に普通に教わったんですよ、まだ人間国宝になる前ですよ。贅沢ですね。その後なられて、おマジかみたいな、国の宝になっちゃったみたいな、先生が驚きましたね。でもそこまで狂言とかまで幅広く教えてもらえるってすごいですね。そうですね、その時はまだあの僕が第二次ベビーブームなんですよ。なのですごい人数がいたし、はいはい、僕らのクラスで60人ぐらいいたのかな、一つの木で。へー、すごい。だから結構潤沢な資金源があり、なるほど。じゃあ先生たちも豪華で、そうだからカリキュラムもすごい多彩だったんです。なるほどね。はい、小倉さんと西条さんは学年で言うと一緒、ちょっと違う、つから木で言うと、木で言うと、あ、ちょっとじゃあ 先輩に当たるんですね。じゃあ学生時代はでもじゃあ交差してない、してないんですか。してないんです。はい、そうなんですね。てっきりなんか被ってるのかも。被ってなくて、ただなんかその僕らが2年生になった時の演技実習を教えてくださってたのが金杉忠夫先生っていう、元中村座の金杉アソシエイツの方だったんですけど、小倉さんもその方に教わってて、で結構気に入られてたんですよ。それでなんかね、よく見に来てたの、あれやらされに呼ばれてたんです。ちょっとこの今の在学生に見せてやりたいからテキストをちょっと来て見本見せてやってくれみたいな。へえ、なんつって呼ばれて行ってましたね。なんか舞台芸術学院だから、私はね学校とか行ってないんですけど、なんか演劇始めてからいろんな人が舞台芸術学院出身みたいな人出会って、だって世代的にはワンワンエイトとかも近いですよね。そうですね、一気下ですね。だからなんかすごいな武芸って思ってて、でしかもみんなこう上下のつながり、上下横のつながりがすごく強いというか、なんか先輩たちがそうやっていろいろ教えてくれたりっていうのがあるっていうのは聞いてて、いい学校だなと思ってたんですよね。結局あの田舎から出てくる来てる人間たちが多いから、その上の先輩とかとつながっていかないと、その後の演劇お客さんを呼べないという、お客さんを呼べない、先輩がいいかもみたいな。あ、なるほど。まずは先輩呼んで、先輩呼んで集客して、で後輩も呼んで、まあでもアドバイスも聞けるしいいですね。そうなんです。そこからちょっとずつ広がっていくと。まあね、だからモダンスイマーズもその武芸で出会ったメンバーで立ち上げた劇団ですね。はい、西条さんと蓬莱さんと みんな、どこまで、津村君は同級生。あ、なるほど。じゃあ小倉さんだけがじゃあ先輩、ちょっと後で入りましたね。はい、じゃあ旗揚げの時はその4人で、その4人プラス、まあそれこそワンワイトの野本だの田村だのが客演として出て、そうなんですね。そう、わあ豪華。それは今になって豪華に感じるけども。確かにね。いやでもその時のメンバーが今でもそうやって活躍してるっていうのもすごいことじゃないですか。そうですね、まあありがたいですよね。じゃあどのタイミングで小倉さんは入団になったんですか、劇団員に。しばらく客演で出て、離れてたんですよしばらく。あ、ちょっといろいろあって3年ぐらい演劇からちょっと遠ざかってた時があって、久しぶりにモダンの公演をお客さんとして見に行った時にすごく面白くて、次僕も出してよ。飲み屋でね。飲み屋で、そうそうそう。その時すごい久しぶりだったんですよ。おお、小倉さん来たんだなんて言って。でそこからも、そこからちょこちょこと何回か出てるうちに呼び出されて、これからどうすんのって言って、いや、ずっと客員でいいのみたいな言われて、まあ、じゃあぜひ入りたいですって思いまして、それからですね。なるほどね。もうでもじゃあ入られてからももうでもじゃあ20年とかそれぐらいにはなるわけですね。と思います。すごい。喧嘩とかしないんですか？5人だって、あの、まあ、今ね女性も入られましたけど、最初男性5人
とかのメンバーなわけですよね、はい、大変でした君のでしょ大変でした君がでしょなんかそれぞれ結構皆さん本当にいろんな個性があると思うんですけど、うん、モダンスイマーズとしてこう当時旗揚げして目指してた方向性みたいなのってあるんですか？なんかこういう劇団になりたいねみたいな、うん、まず、うん、とにかく有名というか売れる劇団にはなりたかったですよね。お、うん、スター集団にしたいって言ってましたよ。スター集団、はいはいはい。でもこれえもう旗揚げのいやいや大事ですよ。だって学生時代の時からですからスター目指しましょうよそれは。え、旗揚げの時から脚本演出はフォーライさん？あ、そうです。もう、うん、あの一回フォーライが、ま、フォーライも一回ちょっと、ね、離れてた時期があるんですよ、うん、で僕がちょっと一緒にやろうよっつって、はいはいはい、一回でもいいからちょっと久しぶりにやろうなんて、うん、かけみたいな、うんうん、え、それはでもフォーライさんも武芸入った時は作演出目指して入ったとか？そうなんです。あ、そうなんですね。ちゃんと調べずに入ったんですよ。そしたら役者のコースしかなくてそうなんですね。そうなんです。役者のコースしかないんだ。そうなんです。ひっくり返ってました、やりたくもないバレエとかもやらされました。タイツ履いて俳優目指してたらいくらね映像系だろうが舞台系だろうがダンスとかって勉強になるなって思うけど、作演出だと辛いですね。バレエなんでやってんだろうってなりますよね。だから出席率悪いですよね悪かったですよ。だって他にいないですもんね、作演出目指して武芸入る方って。あんまり。そうですよね。結果的にってことはあるでしょうけど、はい、そっか。でもすごいですね、その年で作演出目指してる人ってまずあんまりいない、ね、そうですね。そっか、演劇部とかだったんです。演劇部、高校になって演劇部の顧問にお前じゃあそんなことプラプラしてねえで書いてみろって言われてで書いたのがなんか面白くなってそしたらなんか県のなんかで賞かなんか取ったんですよ。もうその才能が多分そうなんですよ。それでサッカーエースかなるぞと思って武芸入ったらあれってなっちゃったでもじゃあそこで俳優目指す皆さんと出会って、うん、じゃあ劇団立ち上げてそれが叶ったわけですもん ね、うん、そうですね。そしてそれを今なりわいにしてるわけですもんね、うん、そうですよ ね、 運命ですね。勢いの入学がないと出会わなかったわけですね、うんうん、いやそれはそれです素晴らしい運命ですね、うん、じゃあもうそれは知ってて作演出をホーラーさんはやりたいんだって知ってて、じゃあ劇団やろうぜ。あの劇団や卒業して、うん、まずホーライと、うんまあ、津村なんかは一つの劇団を作ったんですよ、うん、あ、もう先にあったんですね。あったんですよ、うん、で僕はそこにはかかっててなくて、うん、だけどまあ早いうちに劇団作っても、うん、結局金の問題で潰れるだろうなと思ってたんですよ僕は、うん、だから、うん、僕はまあちょっとその間ちょっと裏方のことを学んだりとかしてて、うん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 、そしたらまあ案の定2回目ぐらいで劇団解散してそう、津村さんと2人のやつが、はいはい、2人で喧嘩してね、はいはい、で、うん、ポシャって、うん、でまあ蓬莱もまあ結婚とかあって、うんうんうん、で演技から離れてたんですけど、まあ、たまたまその仕事帰り、うんうん、一緒にちょっと仕事をやってて、うんうん、仕事帰りに、まあ、誘ったわけですよ。モダンスイマーズやらないと。なんかやろう。モダンスイマーズ、まあ、名前はないんでしょうけど、まあ、一緒にやろうよ。やらない、やらないみたいな。で、じゃあ最初は2人で、まあそうですね、立ち上げようぜってなって、はい、劇団じゃなかったんですよ。プロデュース公演だったんですね。あ、そうなんだ。そう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 。じゃあ第1回はプロデュース公演。何回目かぐらいまではプロデュースっていう名を打ってましたね。そうなんですね、はい、でそのうち蓬莱が、うん、もうこのプロデュースっていうのいらないんじゃない、劇団でいいんじゃない、劇団でいいなみたいな劇団というか、まあ、うん、劇団モダンスイマーズでもないんですよ。お、うん、頭に劇団モダンスイマーズって確かに、確かに一般社団法人モダンスイマーズですけどなるほど。そうなんです。じゃあ別に劇団を旗揚げたっていうタイミングはないってことないんですよまあ世の中的には劇団だけど、劇団って確かについてないですね。そうなんです。うーん、はい、なるほどね。まあでもまあなんとなくそう集団にはなり、はい、じゃあ1
回目の時にもう、津村さんとか古山くんとかは出演はしてる。してはい、まあ、それはじゃあ客演、プロデュース公演の客演として、はい、小倉さんはまだ参加、ね、僕は客お客さんとして見てました。うん、畑公演見てたんですね。はい、あ、見てます見てます。すごい、はい、それがまあじゃあなんとなくもうこのメンバーでやっていこう全員。まあ、メンバーも決めた記憶はないんですけど。いつの間にか、うん、いつの間にか。じゃあちゃんと誘ったの小倉さんだけじゃないですか、ちゃんと。でも津村も割と中途半端な立ち位置だったんじゃなかった。みんな出たり出なかった。津村も、うん、あのもう一個別 の, じあの劇団にもう入ってないんですよ。なるほど。その蓬莱さんと立ち上げたやつはなくなったけど、はい、別の先輩の劇団に入ってたんです。はいはいはい、劇団として、うんうんうん、でまあ客演として呼んでて、うんうんうん、やるというたんびにやる出るなんて出るっつって、まあ、純劇団員みたいな形ですね。だから入らしてってお願いしたのは古山です。うーん、古山が劇団員にしてくださいっつって飲み屋に行ってきて、はいはいはい、なんそうだ。じゃあ劇団員、つむらは勝手に名刺作ってきたんだよね。そう、つむらは劇団員いいよって言ってないのに、うん、俺が旅に仕事で出てる時に、うん、もうモダンスイマーズつむらっていう名刺を人に配り始めてたんですよ。それをメールでホーレイから聞いてマジかって思って、もう既成事実嘘みたいな。出てることは間違いないし、うんうんうん、で名刺配られてたらもうじゃあ劇団員になっちゃうそうなんみたいな。いいですね。なんかこうでも仲いいからなんかできる感じの、うん、で、蓬莱で、うん、配ってるけどどうするって言ったら、うん、いいんじゃないって言うからいいかじゃあかって4人目が決まったみたいな。わあ、でもなんか青春な感じ、ね、青春ですよね。え、こう劇団名は誰が決めたんですか。それは第1回目の作品が、うんうん、モダンスイマーっていう、はい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 、タイトルがモダンスイマーだったんですよ。はいはいはい、水泳部の話で、はいはいはい、でみんなでちょっと冠が欲しいっていう話になって、うん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 、じゃあみんなでちょっと劇団名というかユニット名を作ろうっていう会話になって、もすごい飲み屋で会議したんですよ。大体飲み屋で、あ、そう出来事の半分以上飲み屋です。でもだってそれはあの区の施設使ってるからその9時半までには出なきゃダメなんですよ。だから行くところで会議できなかったらもう飲み屋しかなくて、飲み屋でもう結構熱い会議をしたんですよ。だけどいろいろといやーうーんってなって、まあ蓬莱の中では一つなんかもうこれだっていうのが新しいんだけど、みんなに反対され気になる。でまあモダンスイマーだからこのメンバー集まるわけじゃないから、まあとりあえずはモダンスイマーのモダンスイマーズでいいんじゃない、なるほど、ズでいいんじゃないみたいになって、それがもう25年。蓬莱はあの自分の作品が結構、うん、なんか肉厚なって評価され始めた時に、うんうん、モダンスイマーズってなんかお笑いやってる劇団に思われてすげえなんか嫌なんだけどみたいなことはちょっと何年か前言ってましたけど、ね、はいはい、今更ちょっと変えようかなみたいな、うん、もうまあいいかみたいな、もう大丈夫ですよ、もうね、なんかそれも歴史じゃないですか、そうそうです、劇団のね、うん、なんかこういうところから始まってるっていうのを聞くとなんかね、このままモダンスイマーズでいてほしいな思いますけど、はあ、なんか特にこれ大変だったわみたいな、解散の危機だったなとかありますか。あ、まあ大黒さんなんかありますか。解散の危機、とにかくまめに喧嘩はしてましたから、うん、解散の危機といえばほとんど解散の危機だったのかな、うん、でもまあ次の日覚えてなかったりとか、うん、なんかそれの繰り返しなんで、でもたまたまですけど僕昨日、あ、一昨日か、一昨日古山がもうモダンスイマーズ辞めたいんだって座長にお願い してる夢を見ましたよ。びっくりした、俺も夢でびっくりした、なんでこんな夢見るんだろうと。そう、別にそんな気配があるとかではない、うん、いやちょっとね僕は最近感じてはいたんですけど、あ、ちょっとねいろいろ今テレビのお仕事忙しい、そうですね、いろいろね、なんかねちょっと元気もなんかないなとは思ってたんですよ。
ちょっといろいろテンパってんだろうなと思って、動物のお世話が大変だったりわかんないですけど、いろいろ、はい、だから その心配があってか、なんか変な夢見ちゃいました。あら、でも優しい、優しいってことですね、心配してあげてる後輩を。今日もだからタバコ吸ってたら、たまたま通りかかって、うん、こんな顔して歩いてるからどうしたっつって、うん、なんか悲壮感出てますかって言うからいやいや、なんか元気ないよって言ったら、いや、車が大破しちゃってと思ってそれだったんだ。今日言われたりとか。ああ、でもじゃあちょっと元気ないのはやっぱりちゃんと察してたんですね。まあそれ感じますよ、ね。いや、なんか古山くん、私も共演したことあるので、なんかでも常に悩んでたい人なのかなみたいな。まあ、基本そうですよ、ね。こういつも何かこう自分にテーマを課してる、うんうんうん、なんかこういろいろと深く悩んでるイメージはありますけど。そうですね。だからやっぱり。ね、あいつ芝居入れば そっちのことに没頭してるじゃないですか、うんはいはい、やっぱりそっちのやらなきゃいけないこともあったりして、あ、そうか、そうか、他のお仕事もあっていつものように没頭できない、まだその環境が来てないんですよ。なるほど、それは古山君にとっては一大事です、ね、そんで、で明日ちょっと車出さなきゃいけないかったんですよ、うんうん、その中でその車が壊れて、うわやべえって座長にまた怒鳴られるみたいな、なんかよぎったんじゃないですかね。なるほど、それは一大事だ、うん、まあでもね、朝メール来ましたもん。それが別に劇団を辞める理由にならなければいいですね劇団はぜひとも続けていただき、うんうね、もう多分モダンスイマーズの一人一人のキャラクターの話聞いてたらもう尽きないとは思うんですけど、うんね、ちょっとね、あの時間があることを私も忘れてたのであの他にもいろいろ聞きたいことはたくさんあるんですが、まだまだ聞いてたいですね、ね、作品の話も聞いていかなきゃいけないなということで、はい、まあ、作品の話を聞きながらメンバーの話もまた聞いていければと思います、うん、はい、最新作、はい、雨とベンツと国道と私こそね、うん、こう素敵なチラシが、ね、なんか素敵ですね、こう最近写真のがこう素敵な写真の、ね、そうですね、前回もビリーの時もね、はい、素敵な写真のやつでしたけど、はいはい、この新作のお稽古が進んでいるということで、どうですか、脚本はまだ完本はまだ上がってきてはいないです、はい、まだね、あの3週間ぐらいですから、まあ、いつものペースっていうおっしゃってたところだと思うんですけど、でも素敵なタイトルだなって思うんですけれども、こうどんなお話になりそうとか聞ける範囲で伺ってもいいですか。僕ですかはい、ちょっと、まあ、私事じゃないんですけどもちょっと身につまされる話で、はい、結構こう、うん、パワハラがテーマになってまして、でパワハラを受けた人はその後その与えた人間を許すことができるのかと、パワハラした人間は改心してるんだけども、悪かったとは思っているんだけど本当に改心できるのかとか、それはまあ本当に 今のテーマですね。なんかね、あの、まあ、芸能界とかもいろいろありますけど、まあ、社会全体的にね、ハラスメントって今テーマだと思うし、でも昔のそのなんかハラスメントって言葉がなかった世代の人たちにとってのハラスメントだったりとか、今すごくどう受け取ってどう変えていけ、みんな変えたいと思ってるとは思うんですけど、やっぱり急には変えられなかったりとかする中で、やっぱりこう改心するだけじゃなくて、こう周りの理解も必要だとは思うので、うん、まあ、なんか本当そういうテーマ今私も考えますけど、じゃあまさにそういうことを考えながら作られているという感じですかね。そうなんですね。だから僕は古山にはすごく昔、うん、ずっと怒鳴り散らしてた時期がありましただから本当にトラウマになってるはずなんですよ古山が。じゃあまず古山くんが許してくれてるかどうか、だから許し、あ、大丈夫ですよ僕もごめんねっていう会話はあったりとか、うんうん、今は怒鳴らないように古山さんとか言ってるかもしれないけどもでも本当に古山はあの時の俺を許すかっていう、うんうん、おー、うん、劇団内でもじゃあそういうテーマ、もうそんな本当に、いやいや、詰まされるんですよ、まあ、いやいや、だってもうこの、ね、それこそハラスメントっていう言葉を知らない世代で、うん、演劇始めて劇団でみんなで作ってきた中でこう、ね、いろいろ喧嘩することはあったでしょうから、
それをね本当にでもこんだけ長いことをやってやり続けてるわけだから、まあ、きっと許されてるんだと思うんでしょうけど、そうね、まあ、それをね作品として形にしていこうという試みですね、うん、まあいやでもそれはどういう、まあ、今のね答えをこの作品の中でどういうふうに結論を出すのかっていうのが、うん、そうですね、まあ、結論は多分出ないと思うんですよね。出ないですよ。多分それは多分あの、まあ、この作品での結論であって、うん、多分人それぞれ違うと思うし、うん、見るお客さんもきっとあの受け取り方は違うでしょうし、うん、これも年々変わっていくんでしょうし、でも演劇って多分 今どうかっていうところだとは思うので、うん、そうなんですね。いやすごいテーマを、まあ、前回の、ね、あの作品もすごく今の作品だなって、やっぱコロナ禍 の、 あ、ね、はい、あの演劇を目指す男の子の話だったと思うんですけど、うんうんうん、ああこういう切り取り方をするんだなって、うん、蓬莱さんのなんか愛情深さというか、うんうん、あのこういろいろ大変なテーマをいつもこうなんて言うんですかね、こう優しく包んでなんか答えを出してくれるイメージなんですけど、うん、蓬莱さんのって深くえぐりながらも、でなんか劇団員の皆さんもねなんか孫なんで笑ってるんですか、なんかすごく皆さんがなんか人柄が出てるなっていつも思うんですよ、もう男性マンの俳優さんって、うん、なんか今回もそうですし、うん、前回 の、 あの、うん、作品もそうですけど、こうリアルに若い人たちと一緒に作品作りをするっていうのがなんか、うんうん、僕らが要するに年を取って長くやってきたキャリアと今の若い人たち、それこそ名村君はまた前回同様出てくれてて、あと山中さんもまあ30歳ぐらいでお若くて、今演劇をこうこれから頑張っていこうっていう人たちと僕らがこう一緒に共演するっていうのもなんか一つ、うん、作品だけのテーマではなくて、なんか現実的にこうそういう時間とかそういう作業ができてるっていうのが非常に、まあ、難しくも面白いなっていう、うん、だからパワハラをしないように現場でも心がけてますいや難しいですからね、はい、定義がね、まずね本当にお酒好きな人たちはね今お酒誘うのも誘いづらい世の中ですもんねでもね、うん、みんな好きなんですよ。あのそれは山中さんは飲まないんだけど、うん、飲み場は意外に好きで、はい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 、はい、うん、みんなとお話しするのはね、やっぱりそういう場所ってね、なんか大事ですよね、はい、だしなんかそうやってお酒飲めなくても入れるような空気がね、うん、できてきたっていうのもあります、うん、昔はなんか行ったら飲まなきゃいけないみたいな、うん、なんか空気がありましたけど、お酒強くないと演劇やれないみたいなねありましたけど、今全然そんなこともなくなってきましたから、でもそういう本当このお二人も前回もすごい素敵な俳優さんでしたけど、今回小林沙耶香さんも、はい、初ですか小林沙耶香さん、モダンスイマーズ初ですね、うん、ねえ彼女もお酒大好き素敵な女優さんですよね、本当可愛らしい。だって終わった後に、うん、西条さん熱冷ましに行きますか行きますよ熱冷ましにね、ちょっとテンションが上がったところをね、芝居熱を下ろさないと、うんうんうん、まあね、もうさっきからお話聞いてても、うん、ダンスイマーズの会議はほぼあのお酒のバトルで進んでいるとのことですし、まああのね、蓬莱さんも結構そういうお話を飲み場でされるっていう、うん、作品の話とかされるっていうお話も聞いたので、まあ、大事なコミュニケーションの場ですね、はい、稽古場の様子はどうですか。明るいですよ、うんうんうん、結構またゲラが多いんですよそれは劇団員 も客演陣も、え劇団員だとゲラ、うん、みんなです、あみんな津村はそうじゃないですね、あ津村以外はみんな、あ津村さん、じゃあこう割と真面目に見てるか、人がやってることはあんまり楽しいと思わない自分が笑ってほしい、そうそうそう可愛い人ですね怒られちゃうかな、なんかお話を伺っていると結構 、うん、ダークなというかセンシティブなというか、ね、うん、そのテーマを扱っているけど、うん、やっぱ稽古場ではっていう作品の雰囲気自体はそのどうなんだこうクスッとできるようなところもあったりなのか、まあ、やっ
ってるうちらは笑えないけども、お客さんから見たら滑稽なのかもしれないですよね。はい、意外に本来そういうのが上手くて、うんうん、そうですね、やってる方は全然もう至って真面目にやればやるほど多分見てる方がこう、うん、お客さん的にはちょっとクスってなっちゃう、はいはい、僕らもまだ慣れてないから、うん、初見で見るお客さんと同じ感覚で上がってきた台本をちょっとやっただけで、やっぱその滑稽さでやっぱりどうしても笑っちゃうんですよね、うん、慣れてくると多分大丈夫だと思うんですけど、うん、その辺はちょっと慣れるまで稽古場はまあその分こう穏やかで楽しい稽古場ではあるんですけど、とにかく笑いが止まらなくなってあんまり稽古になってるのかこれは大丈夫かっていう今日もね、そうそうそう、もうそこかしこでみんながクス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 ってこっちは一生懸命怒った芝居してるなんで笑ってんだよみたいなそれにイラつくみたいな、真面目に怒ってるのにそれはありますね。蓬莱さんはどうなんですか、演出されてて。全然笑います。あの人の唇をその笑い出すからみんなも笑うみたいな、なるほど、あります。帰ってきた本人も演出しながら笑う、いいですね、和やかにじゃあ稽古が進んでる感じなんですね。こうまあいつもこう劇団員だとまあ蓬莱さんも当て書きになるじゃないですか、うんうん、なんかどうなんですか、なんかこうでも同じような役ってわけにもあれだし、なんかこうちょっといつもと違う役をとか書き分けたりすることもあるのかなと思うんですけど、今回どうですかご自身の役的には。まず僕なんかはまだちょっとこの後どうなるかわからないので、うんうん、まあ、特にこう役作りをするわけでもなくこの先を見守って、そうですね、うんうん、この先どうなるかによってかなっていうことはあるんですけど、今回はまあ結構小倉さんが背負ってる部分があるので、うん、ね、多分僕前回出てないので、はいはいはい、今回劇団公演4年ぶりに出演するんです、うん、そんなにぶりですか。そうなんです、うん、最近2年おきなんで1回出なかっただけでもう4年も経っちゃう。なるほど、だからまあ、うん、ちょっとサービスで今回じゃあ小倉さんに頑張ってもらおうかなっていう多分分量だと思うんですけど、まあ主役ってわけでもないですよ、まあ割と群像劇が多いですよね、はいはい、割と皆さんのドラマもありますから、でもじゃあ割とでも大きく担いつつ、うん、それは普段やりそうな役というかイメージ、まあでも当ててきてるんじゃないですかね、多分やらせればこんな感じにはやるんじゃないかっていうのは多分イメージして書いてるとは思いますけど、うんうん、はい、やりがいとしてはどうですか。ちょっとねまだ後半どういう展開になるのか分からないので、僕も、はいはいはい、やっぱ出来上がってから改めて逆算するというか、うん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 、っていうとこですか。今ちょっとまだ探り探りです。うん、はいはい、どうなんですか、こうなんかそういうこの先どうなるのみたいな話って蓬莱さんに聞いたりとかっていうのは、まあ、聞きますけど、うんうん、まあちょっと悩んでんだとかどっちがいいかなとか、なんか、まあ、いろんなパターンを考えてるっぽいんですよね、うんうん、だからなかなかそのどっちで行くか、うんうん、そっちで行った時にこっちがどうなるんだみたいなこともすごくこう考えてるから、うんうん、なかなかこううまく、まあ、普通にバーっとはいかないみたいな、うん、でそういうのも結構稽古場でみんなで話したり、あ、言ったりしますね普通に、うん、はい、じゃあ客演の皆さんとかもそういうのちょっと意見出したりとかあるんですか。意見ってことはないんですけど、うんうんうん、こうなるんですかとかこうなんですかとか言うと、うんうん、そういうのもあるかとかいうことはあります、ね、質問したらおそれいいねみたいな、すごい、いやさっきなんかちらっと打ち合わせの時に聞いたら、なんかこのタイトルすらなんか蓬莱さんはなんか意図的じゃん、最初つけた時は、うん、そう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 、まあ本当かそこはちょっと分かんないですけどこれ出てくんのかなとか言って雨とベンツと国道と私ってタイトルつけたけど、うん、これ出さなきゃダメかな雨、まあ、はな、まあ、普通にこう映像でバーって出せばいいけどベンツな今のところでももう一応全部コンプリートしました、ね、おもうベンツも雨のシーン、ベンツ、ベンツ、まあ、ベンツが出てきたら国道は出せそうですけど、うん、あ私も出せそうですけど、うんうんうん、確かにねベンツ
今のところも全部出てきたんです、うん、おお、はい、コンプリート、はい、そうですね、見どころもじゃあまあこれから稽古していく中でね、まあ、そうですね、はい、どうやって雨とベンツと国道と私が出てくるんだっていうのが一つの楽しみでもありますよねそうですね、はい、あもうそれを楽しみにしつつこれかここか皆さんのね、劇団員、そして客演の皆さんのキャラクターも楽しみにしつつ、とにかく僕は山中さんがとても素敵なので、はいうんうん、山中ちゃんに注目してあげてください、はい、山中さん、はい、本当に素敵です、あら楽しみにしております、はい、もうでも皆さんね、まあ、皆さん素敵な俳優さんばかりなので、はい、楽しみにしたいと思います。今後の2人ので聞いた方がいいのかな、うん、モダンスイマーズのでもいいんですけど、それぞれ聞いてみましょうかね、2人のそれぞれの野望というか展望といいますか、俳優としてでもモダンスイマーズとしてでもいいんですけど、なるほど、お聞かせいただけますかなるほど、じゃあ小倉さんから聞きましょうかね。僕はでもここ数年ずっとぼんやりと思ってるのは、自分で企画して公演をしたいなというのはここ数年ちょっとぼんやり考えてて、まあちょっとまあお金のこととかも含めてまだちょっとなかなか、でちょっとこの人とやりたいなっていう人にちょっといつかやりませんかみたいなふりをし始めてる段階です。あら進んでる。でそれはご自身で書いたり演出したりではなく、それも僕は書かないです。書けないので、プロデュース的なことして、ね、まあ、自分も指定してみたいな、誰かさん好きな仲間で呼んで、おなるほど、はい、みたいなことはちょっと近々いつか、はい、じゃあ小倉さんプロデュース楽しみにしましょう。その時はよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。西条さんはいかがでしょう。僕ね、あんまり先のことって考えないんですよ、うん、目の前のことしかできないので。かっこいい、かっこいいだからこれをどうこう終わらせるかっていうことにしか、まずは意識がいってなくてですね、まあいつもそうなんですけど、はいはい、いつモダンは終わってもいいと思ってて、続けるつもりもなくてここまで来てるんで、まあね、さっきお話聞いてるとそうですよね。だからもう毎回それで来てるので、うん、今回もまあそういうことで、とにかくこれをなんとか一つずつ続けて、はい、そして25年やってきたわけですからね、はいはい、じゃあまずは次の作品を、はい、これをなかなか劇団員全員揃うこともなかなかだんだんなくなって、まあね、それぞれご活躍ですからね、誰かが抜けたりとか増えてきたっていうのもありますね。うん、ようやく今回久しぶりに全員出演します。なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、それではこちらの公演の詳細をですね、真野君からお願いします。はい、モダンスイマーズ雨とベンツと国道と私は2024年6月8日土曜日から6月30日日曜日まで東京芸術劇場シアターイーストにて上演されます。詳しくは動画説明欄にリンクがございますので、公演サイトの方をご確認ください。はい、よろしくお願いします。ということですね、最後にですねもう一つお伺いしたいことがありまして、はいはい、今年ですねコリッチがですねプロデュース公演を行ったんですけども、3月に、はい、そうなんですよ。でそのテーマが名作リメイクといいまして、ちょっと過去のいい作品をまたこうリメイクしようよっていうあのテーマなんですけれども、それでゲストの方にもう一度見たい名作というのを伺ってるんですけれども、まあ、今まで見た演劇作品でこれも一回見たいなっていう作品ありましたらお一つお伺いたいんですが。難しいですね。難しいですか。西条さんありますか。僕先いきますか、はいはい、じゃあお願いします。僕は見たいもそうだし、はい、やりたいもそうなんですけど、うん、2006年かな、うん、にグローブ座で行われた第32新海丸っていう、はい、三宅健君が主役で宝来が書いて、はいはいはい、そこに僕と小倉さんだけで出たんですよその時の、おじさんたちの役者さんが天宮亮さんだったり、うん、アナンさんだったり、うん、そういう人たちなんですけど、あん時のおっさんたちより、うん、僕らも今年超えてるんですよ。あの時すげえ上の人たちだなと思ってた人たちの年を超えたのでまあ、あの舞台を見たいのももちろんなんだけども、うんうん、リメイクっていう意味では、うん、あのおっさんたちを僕らがやって若い、うん、そのケン君がやってた役が若い男の子でなんかこう、うん、あれやれたらいいなってちょっと思ってて、うん、
確かに僕ら見れてないですからね。確かに作品は知ってるけど見れてないから。あ、そうですね。改めて、まあでもそうですよね、あの時自分がやってた役はもうちょっと年齢的には違くなっちゃうみたいなのってありますもんね。ありがとうございます。小倉さん何か思いつきました？ちょっとそれ最初にちらっとこう考えてたんですけど、なかなか、うん、でもシンプルに記憶が新しいと思うので、はい、僕は、うん、あの出てないんですけど、前回の、うん、だからビリーは東京で、はい、はもう一回見たいぐらい僕は傑作だったと思う。傑作でした。劇団員手前味噌みたいな感じですけど、はい、僕はかなり面白くて、うん、ゲネ見て、うん、本番見て2回とも泣きましたから、いやもう一回見たいですね、うん、はい、で蓬莱が来る予定だったので喜ばしてあげようと、あげようと、いやいやいや、あれは本当に名作でしたね、うん、いやいや、いつかまたやっていただきたいし、うん、はい、ということで、あのたくさんお話を伺いました。本日のゲスト、西条義政さんと小倉剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。どうも。Thank you.